立憲民主党県連は昨日幹事会を開き、今年夏の参院選宮城選挙区に県議会議員の小畑紀美子さんを擁立することを決定しました。小畑紀美子さんは埼玉県出身で、立憲民主党所属の県議1期目です。看護師の経験があり、コロナ禍の医療現場の実情を知っていることや、8人の子どもの子育てと県議の仕事を両立してきた点が評価されました。子育て真っ最中の人でも政治にちゃんと参加できるんだっていうことを世の中の皆さんに知っていただいて、宮城県から全国を元気にしたいと思っております。一方、自民党では現職の桜井充さんと県議の石川光次郎さんが公認を争っているほか、日本維新の会は候補者の選定を行っているということです。